はい、じゃあ今日はですね、前回更新されたブログをお訳したんですけども、その時にスターデストロイヤーのね、ハスキアと、じゃなくてスキルツリーね、が画像として載ってたんですけども、その画像の文字がですね、そのスキルの内容ね、がその文字小さすぎて潰れてて、まあ、読めないんですよね、あれね。ただ海外ニキがですね、気合で読んでくださいまして、それを分かりやすくね、画像にしてくれたんですね。なので、今回その画像を、和訳してみました。あといくつか注意点というか、訳し方なんですけども、アビリティの名前がすごく多くてですね、横文字で英語のままの方が、やっぱりかっこいいものがすごく多いんですけども、トーンティングストライクとかね、ディファイアントウェーブとかブルーワークシールドとかかっこいい名前いっぱい多いんですけど、それそのまま書いちゃうと訳した意味ないやんっていうね、意味わからんねんけどってなるんで、今回はね、その意味を伝えることを優先して、よほどねわかるもの以外はあえて漢字にしてるものが多いです。なのでちょっとダサい技名になってたりするものも多いんですけども、ご了承ください。やっぱり文字数がね、ちょっとすごい小さい、文字スペースっていうのかね、すごい小さいので、横文字で書くとやっぱり文字自体が豆粒みたいになって、おそらく動画で読めなくなっちゃうと思いますので、文字制限の事情もあって無理やり漢字にしてるものも、多々あります。あと物の中にはハテナマークがついてるものがたくさんあるんですけども、これ海外日記もね、やっぱりちょっとよく読めなく見えなくて、これで合ってんのかなみたいなのはね、ハテナマークつけて単語をね載せてらっしゃるんですね。なのでそれからはかなりね、意味が通らない単語だったりするんで、ハテナマークに関してはね、まあ、こっちもね、この訳し方の方がいいんじゃないかなみたいなのもあるんですけども、今回はこっちの勝手な予想は放棄して、本当海外日記のね書いた単語のまま訳してます。あとはヘルスと書いてあるもの、ほんまね、ヒットポイントみたいな意味なんですけども、アーマーというふうにね、今回は訳しています。まず一個ずつね、左上から順番に、どんどん言っていこうかなと思います。まず上からね、アーマーシールドとあって、銃斬ってあるんですけど、これはヘビースラッシュですね、重い斬撃ですね。でその次はシールド、アーマー。その次、審判っていうのがあるんですけど、これはジャッジメントですね。で、その次、シールド。で、演算。これは炎のね、切る。フレーミングスラッシュですね。というのがあります。でその次、アーマー、シールドと来て、アーマーとシールド。その次は、癒しの印。これは英語ではね、シンボルオブスーズィングって言うんですけども、癒しの印ですね。その次がね、トーントってあるんですけど、これトーントってなんかなって言うんですよね。挑発って意味なんですけども、なんか最初の T が F に見えんこともなくて、まあ、この挑発の後々もちょっと何回か出るんですけどね、挑発なんかなみたいなね、フェイントみたいなね、気絶させる系のなんかなんじゃないかなっていう気もするんですけど、まあ、トーントってあるんでね、挑発と訳してます。そこからさらにアーマーシールドとあって、で、パラディンマスター。パラディンっていうのは、騎士のことですね。で、パラディンマスター。でここから3つね、タイタンマスター、マスターオブデス、マスターオブライフっていうふうに3つにね、枝分かれしてる感じですね。タイタンマスターは、まあ、タイタンのマスターで、マスターオブデス、デスってのは死のマスターですね。で、マスターオブライフ、まあ、ライフは、生命とかね、命って意味ですね。そこから左下、行って防御アーマー、近接ダメージ、スピードの印、これはそのまま訳すとスピードルーンですね。なんとかの印ってのはなんとかルーンっていうのが多いです。その次、炎の印、ファイアルーンとアーマーの印、アーマールーンですね。で、防御シールド、これ防御ってついてるのがね、左の方にいっぱいあるんですけど、これはブルワークシールドっていう名前で、ブルワークっていうのが、まあ、防御とか防波堤とかね、そういう意味なんですけども、今回は防御というふうにね、ちょっと短くね、訳させていただきました。その右が炎ダメージ。その次はコンボシールド回復。その次は防御アーマー、ブルアークアーマーっていうんですけども、防御アーマー。
その次に、演算強化。この強化っていうのがですね、アップグレードって意味なんですけども、だいたい初見のアビリティはですね、アップグレードっていうのがついて出てきますね。なので既存の技がそのさらに上位の、ね、技にアップグレードされる感じですね。なのでこの演算みたいなのね、アップグレード次のね、上位版になるみたいな感じでしょうね。で次が、格闘ダメで、生属性コンボですね。生属性ディバインっていうディバイン系で割と出てくるんですけども、生属性コンボ。その次に格闘ダメージ、そのまた一段下行って左から、防御シールド、炎ダメージ、炎ダメージで、グランドスラッシュの、ディバインアップグレード、生属性に、アップグレードって感じですね。でそこからね、かなり広くなって、その左端から、防御アーマー、防御アーマー、防御シールド、鋼の力、ストレングスオブスティールですってなってますね。その次に、炎ダメージで、跳躍剣強化、これバウンシングソードっていう名前なんですけども、バウンシングっていうのは、跳ねたりとかね、ボールが跳ねたりとか、長弾とかね、跳ねるっていう意味なんですけども、それにソードがついてる感じですね。その次に格闘ダメージ、格闘ダメージ、炎ダメージ、格闘ダメージ、格闘ダメージで、挑発生属性強化っていうのがあるんですけどね、このまた挑発がね、ちょっとね、生属性の挑発ってなんか、煽ってんのが生属性なんかちょっとわかんないですけどね、神挑発みたいな感じになるんでしょうね、強化にアップグレードされると。さらにそこからね、左端に戻って、動力移動、動力移動っていうのはキネティック、トランスファーランスってありますね。その次に、こちらもね、ブルワークヘビースラッシュ、防御銃斬っていうね、ブルワーク系のね、技が左の方にはね集中してるんですよね。でブルワークアーマーシールド、防御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 アーマーシールドで、その次に全ダメ、全ダメ、全ダメで、真ん中コールオブジャスティス、コールオブジャスティス、これコールオブデューティーみたいな感じなんですけどね、正義の要求みたいな感じですね。でその次に、銃弾、これハテナついてるね、ちょっと海外人気も銃弾なんかなって感じですね。こちらもね、跳躍剣強化ということで、バウンシングソードですね。で右のね、反抗波っていうのがね、新しいアビリティであるんですけども、これもちょっと、意味不明なんですね。ディファイアントウェーブっていう名前なんですけども、ディファイアントっていうのはいわゆる反抗的な態度とか、いわゆるこう逆らうようなね態度なんですよね。なのでそれにウェーブつけるとすごい変な意味なんですけどね、ディファイアントっていう単語でちょっと画像検索すると、すごくわかるんですけど、いわゆる態度が悪いことなんですよね。なのでちょっと技名にするにはちょっと、どうなんかなって感じなんですけど、ディファイアントウェーブとあるので反抗波というふうに、無理やり訳してます。で全ダメ、全ダメ、全ダメ、で銃弾強化、ヘビースラッシュアップグレードですね。でさらに、また左端の一段下に戻って、ブルワーク、フレームスラッシュですね、ブルワークフレーミングスラッシュに強化されるんですね。防御演算みたいな感じですね。次に防御アーマー、防御シールド、またね、挑発が出るんですけど、挑発ストライクね、煽りながら殴るんですかね、っていうのがありますね。で防御アーマーシールド、防御アーマーシールド、全ダメ、全ダメ、全ダメで、反撃コンボ、これね、アベンジャーコンボっていう名前なんですけどね、アベンジャーっていうのは何ですかね、復讐者のことなんですけどね、復讐コンボみたいな感じですね。反撃コンボと訳してますここでは。で、その次ね、リーチング吸血で、格闘ダメ、ホーリーファイヤー、生属性の炎ですね。その次は、炎ダメージ、全ダメ、全ダメ。その次に、奮起の指導者みたいなね、インスパイアリングリーダー。やる気をね、起こさせる、リーダーみたいなね、ちょっとハテナみたいなのがね、ついてるんですけども。なんかこう、バフみたいな感じなのかもしれないですね。その次、格闘ダメ。でさらにそこからね、ちょっと狭いところの左下に行って、防御アーマー。で、オーバーチャージシールド。なんかこう、チャージのね、上限が、上がったようなシールドなんですかね。でその次防御シールド、炎ダメージ、格闘ダメージ、炎ダメージ、格闘ダメージで、下から2行目、左端から、斬撃ハテナ、これはスラッシュとだけ書いてますね。斬撃でクリニス浄化、
でバウンシングソード跳躍剣で、その次に、またね癒しの印が出ましたね。でここからもさらにと反抗するウェーブがねまた出てるんですけども、その次にサポートマスターで判決強化エバーディクトですね、っていう新しいアビリティが来てますね。でさらに一番下の段、防御シールド、雷炎、これはサンダラスサークルっていう名前のね、アビリティですね。なんか円形の雷でね、あの敵を攻撃するんでしょうね。その次に、ジャスティス、正義で、最後に炎ダメ炎ダメっていう感じで、全体的にこんな感じで訳させていただきました。こうしてみると、こう左端の方には、ね、やっぱブルーワーク防御的なねものがすごく多くて、タイタンマスターにするとそこから先のスキルツリーはなんかこう防御系のねアーマーとかシールドがねガッチガチになって、まあ、なかなか死なないようなね防御力重視の、ジャベリンになるかなってとこですね。で真ん中のマスターオブデスに進むとなんかこう何々剣みたいな、なんかこう剣使うようなものですとか、あと炎ダメージとか炎系のものも目立つので、こうどちらかというと攻撃的なね吸血とかヘビースラッシュとかね、なんかこう攻撃的なものが多くなってますね。で右のマスターオブライフに関しては生属性のねディバイン系のものが、目立ちますね。あとはやっぱり挑発系のねこれちょっとねわかんないんですけど、反抗したりとかね、挑発したりとかもねちょくちょく見られて、ちょっとこの辺もねちょっと、ま、わかんないんですよね。その生属性で挑発ってなんか生属性にしたらなんか煽るなーみたいなあれがねすごく多いんで、なんかニコラス・ケイジが神父になりましたみたいなね、まあ、そういうのが多いんで、個人的にねこのマスター・オブ・ライフっていうのはすごく気になる特性ですね。今回の、ブログはね以上になります。また何かしらね新しい情報が入りましたら動画にしていこうかなと思いますので、チャンネル評価高評価などもね、チャンネル登録などもいただけると大変励みになります。ではありがとうございました。失礼いたします。